鳴子温泉郷に来たなら、これ食べて、300円の貸し切り風呂であったまろう。私の滝島道があります。鳴子の米プロジェクト結びや雪結びに向かいます。ということで、何度も通う大好きな鳴子の米プロジェクト結びや雪結びに到着しましたが、まだ営業時間前なので中山平温泉駅に行ってみます。私は中山平温泉の動画を多数投稿していますので、ぜひ私のチャンネルを覗いてみてください。
近年の資材、食材の高騰により2024年10月1日から結び屋の商品が値上げしました。こちらが新しい価格です。値上げしても美味しいので私は買いに行きます。ごちそうさまでした。おいしくいただきました。ごちそうさまでした。おいしくいただきました。私たちは雪結びのおむすびとナルマンの大栗団子を食べてとっても幸せです。
Thank you for watching until the end.